レペは、スペインアンダルシア州ウエルバ県のムニシピオ。ウエルバ県西部にあり、大西洋に面している。レペの歴史は、かなり古い。イベリア半島に、初めて定住した人々が、ピエドラス川とカレラス川の河口の間に広がる、低地で暮らしていた。いくつかの村には、最終と漁業で暮らす人々が暮らし、豊かな地中海性森林で水を採取し、 彼らは非常にわずかな痕跡を残した。ベリア岬にあるその太古の定住地はレドンデーラの一部にまで至っていた。デッペンが大きく発展するのはアラブ支配時代である。ニエブラの大使国に属し、その海岸地方の中心だった。アラブ人が追放されると、テンプル騎士団がこの土地を治め、同時にカスティーリア人が再植民を行った。 1307年から1312年にかけ、テンプル騎士団が解体されると、アジャモンテ同様に、グスマン家のマリーア・コロネルがレペを購入した。テレサデグスマンがアジャモンテ公の元へと継ぐ際に、レペは彼女の持参金の一部となり、以後1830年代までアジャモンテ公がレペの領主だった。20世紀半ば、以降、ランティージャ、イスランティージャといったリゾート地ができた。 現在のレペの経済は観光業が中心で、ホテルの客室数は1866部屋である。1990年代にイチゴ栽培が盛んになって、ベージャ共同組合を通じて輸出されている。漁業はエルテロン港で行われていたが、現在は廃れており、船はイスラクリスティーナに依存している。自治体市長はアンダルシーア国民党の マヌエル・アンドレス・ゴンサー・レス・リベーラで、自治体表議員は、アンダルシア国民党、13、アンダルシア社会労働党、5、EP&2、イルブ・シーエ2、ジップメイ、1となっている。レペは、アジャモンテ司法官活区に属す。ありがとうございます。